これでは、ごめん。楽にされよ。は、恐れ入りましてござる。それで織田信秀殿からの申し出とは。はい、忌憚のないところを申し上げますが。結構申されよ。この道さんも忌憚のないところを申すゆえ。ならば道三殿のご息女濃姫殿を我が織田家の嫡男の正室にお迎えいたしたいと。それは織田信秀殿がそう申されるのか。よい。なるほど。それでその嫡男と申すは。はい、三郎信長殿と申し、年が明ければ16になります。いろいろ噂は聞いておるがの。幼少の頃より活発なお子でありました。正秀殿、こたびのこの婚にまこと織田信秀殿からの申し出か。こりゃいなことを。なぜそのような。いや、案外そこもとの考えではなかろうかと思うての。いや、それは。この道さん、忌憚のないところを申しておる。いかがじゃ。それは買いかぶりと申すもの。織田家家老職にあるそれがしにそのような判断はできません。それこそ僭越と申す。なるほど。それこそ良き頃合いでござるよ。のう、正秀殿。それは。忌憚のないところを申しておる。天文十三年、そして天文十六年と、終わりは美濃に攻めてまいった。井の口の城下を焼き払い、稲葉山のふもとから。いや、その折の道三殿の采配は見事でござった。あの終わりの負け戦は、今でも語り草になっておりますぞ。追証は良い。いや、この道さんもいささか疲れてまいったわ。道さん殿も老いられた。ああ、老いたわ。井戸の国侍、地侍どんは常に陛下の形勢を見てうこさべん。火種は身の銃に満ち溢れておる。それは終わりでも同じでござるよ。そのためにもこたびの婚儀のことをと親方様が。織田信秀殿も老いられたものじゃの。返答はいたしかねまする。返答はいたしかねるか。確か二十歳のはず。弱い38でござる。その年で老いたとはな。この道さんよりも15も若い。で、こたびの婚儀のことは。しばらく考えさせてもらおう。さようか。わかり申した。ではその旨親方にお伝え申そうぞ。では見送りは容赦されよ。もったいのうござる。では吉野に。平手正秀殿のお帰りよ。はっ。終わりのうつけをおのおの向こうにか。美濃の安泰を考えれば潮時やもしれん。
フフフフフフ。